ありがとうございます。予選通過しました。イエーイ。どうですか。え、第3の歌ダメだったみたいね。早い。え、1回戦ダメだった2人。うん、見てもらう。ああ、ダメだったみたいじゃん。なんで関心ねえの。絶対大事出た方が上手かった。とりあえず頑張ればみたいな感じバカっすよ。言ったんですけどね。はい、今日のとりあえずね、今日の第1ゲスト南ゆうくんです。ゆうさん、ゆうき、そう、はい、うちのナンバーワン取れそうでナンバーワンになれない完全にはめられましたね、今日は。はめられたはめられましたね。いや、俺も何回か飲み行ったけど、押してたんだけどね。あ、本当ですか。これだってよくだってあったよね。あ、ありましたよね。ぶっちゃけ言っちゃうとさ、歯にイケメン多くない。多い、多いね。多いよね。まあ、俺筆頭にね。そう、筆頭だよね。いや、俺でもそう思ってる、本当に本当に。でも、ゆうきは結構昔から俺押してて、あの雑誌関係の人にね、うん、あの結構ゆうきは押されるね。雑誌関係の人押されるの。いや、なんかなんていうの、あ、ゆうきくんいいっすよねみたいな感じで、いや、あいつ中身がちょっと中身がまだ成長してないんだよとか。やっぱ帰ろうわ。今日何、下げの会。いやいや、下げの会でしょ。下げの会。ゆうきは相当酒飲み友達みたいな感じで、俺一番飲める し友達。お酒が強い。だから酔っていいと思う、今日は。あ、ですよね。面白いね。まあ、はめられただけなんですけどね。はめられた。今日はあの、ね、ダブルゲストで、ほうほう、ちょっと今、まだ今ちょうど来ると思うんで、ゲストちょっと待ってくださいね、ご紹介の前。でもね、ゆうきは、ね、あ、まだ戻った。ぶっちゃけね、はい、あの俺目当ての初回とかね、うん、結構撮るからね。本当にそれ大事目当てのあんですか。だからね、ゆうきはね、やっぱねキャラが違うぞと思うんじゃない。ゆうきはやっぱできるんで。できる。排除に勝つからできる。でもね、売り上げが勝ってくれないんだから。まあ余裕だから。すいません、ごめんなさい。今日は、あ、マリリ君どうしたの。はい、はい、感染薬にしようかな。感染薬じゃないの。今日ちょっと人数が多くなるかもしれない。うん、でもやっぱ多い方がね、見てる人たちもね。多いと、あの、なんかごちゃごちゃしちゃう。あの、楓君はね、電話が出ないよ。言わなくても今日大事来たの珍しい。まあ当然じゃない。やっぱ今日いねえんじゃねえかなと思いながら。当然だよね。昨日ね、あの昼ね、いっぱい飲んでたんだよね、昨日ね。すごい飲んでて、ぐわーってね。今日ね、ゆうきがね、俺の宅に来てね、俺アセロラ飲んでたのにね、無理やりずっと飲ましてきてね。結局飲んじゃったよね、テキーラとレッドブロッカとシャンパン飲んで、素飲みで。こいつマジで本当にひどい。だって、ナイジさんって飲まなきゃね。まあ、そうだよね、飲まなかったら大事じゃねえからね。飲まないと結構いいねって言われるよ。あ、飲まないといいね。飲まないといいねって、それはね、あの、ナイジがわわわわファイナー飽きた人のテキーラ。あの、喋んないからね。あの、いや、でも俺も喋んないから。俺もでも思ったのが、俺も酔っ払ってて、お客さんじゃないんで、酔っ払ってて気持ち悪くて結構だんまりしてたら、こっちの方がいいって言われてた。あ、本当ですか。その時のショックさ。あでも黒崎健は、あの、ぶっちゃけ酔うとうぜ。あの、ぶっちゃけ酔うと、あの、すげえ。すげえ。俺だってなるから、なんか、あ、楽しいの。で、面白い。すげえ、俺はすげえ面白いの、見てて面白いの、すげえいけると思うんだけど、だけどずーっと聞いてると10分くらいしたら切るなみたいな。え、でも俺ケンさんがよく5分くらいにしてやん。見たことあるよ。いや、ないないって、ほんとに最初にハニー行った時に出禁になりそうなぐらい酔っ払ってたんだ。あれやばかったね。あ、俺分かった。それ分かりました。あれはやばかった。出禁になりそうなぐらい酔っ払ってた。でもまあ、まあでも覚えてないけどね。それからだって当分大事からお誘いなかったからね。うち出禁になんないから、基本出禁にはなんないから。じゃあ今日っすね。今日でできるんだ。今日分、あの、ちょっといいかな。さあね、盛り上がってきたところで乾杯しましょうか。乾杯しましょうか。あれがちょっと自分作ってないからね。すいません。というか、レン君遅いね。今日のゲストと買い物出ちゃって。ね、うんこしてるね。合計何人ぐらい。なんかもう横なってるね。今日合計、あの、ルミナスティ組が来なかった。プラス2人。あ、来た。あ、来た。ね、歌良かったですか。ありがとうございます。え
いつもさ、さ、作営の店休みだったんね。まあね。いつも、あの、いつものところ休みだったんだ。あ、俺、おマリル、お前、俺こっち座るよ。マリルさん、いつものところ休みだったじゃな。あ、レンね、あの名前がマリルになってるからね。あ、じゃあ、いいですか。的な問題ですよ、ね、あ、今日のゲスト、本当、ね、わかりないんだけど、ね、なんと歌山選手権2回目戦一緒に突破したね、ロミオのカオル君です。イエーイ。歌ってね、イケメンなんでね。そう、イケメン大樹と初対面ですね。あ、はじめまして。やべえじゃんこれ、うつんねえやつじゃん。あの噂の何の噂聞いたの。俺の酒はかっこいいって言います、聞いてました、はい、あー、危ない危ない危ない、思ってないな。これカオル君でしょ。はい、ちょっといい、これ見てみましょうか。ね、これ、これカオル君じゃん、よかったら自己紹介してもらえあげたら、うちの番組ね、お店の宣伝と最後に。はい、どうも、ね、ロミオのカオルです。あ、そう、カメラ、カメラ、カメラ。そう、ロミオはそう、なんかファミリーみたいな、みんながで、なんか楽しく飲めるんで、絶対後悔しないで。ギャングスター、ギャングスター、ファミリー違う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 。でも予選突破したんですよね。予選うまい、すごいですね。うまいですけど、うまい、2回戦負けました。負けてないじゃん、負けました。負けると思ったんですけど、そう、マリルと一緒にいた人の負け。カメラ入ってないよね。なんでか僕が入ってない。カメラが、カメラふざけんなよ。狭くて入らんだかな。入らんだか、ビッグライフってやつ。範囲が狭くて入らんから。どこに書いてるんですか。半分、あ、マリル、ちょうど半分、半分、半分。名前がでも、カメラどこですか。で、うわ、半分、こっちは。なんだお前さ、そう、ね、この間、すみません、おかしいわ。この間から、ちょっとね、酔っていいと思ったら酔っ払ってるだけじゃ面白くないんじゃねえか。間違いないってことで、企画的にやったんだよね。ああ、そう、なんかコーナーを作ろうみたいな。そう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 、この間、ランランとちょっとちょいちょいやってたんだけど、なんか何かになりきるみたいな感じで、前回が出たのが、あの、何を、お前のこと好きだけど、俺、なんとかだからよろしくみたいな。それホストだからじゃなくて、いろいろあるよね、バージョンを聞く。このやつそれじゃあ最後のやつやってもらって。やらねえわ。前回やったとやらない。最後のやつやればいい。何で最後だよ。クロケンタイムとかあったんですか。とりあえず、来た、とりあえず来たから乾杯。あ、乾杯しようか。じゃあキモい。じゃあ酔っていいと思う。乾杯、イエーイ、乾杯。なーねー、乾杯、飲めやすよー言うて。うまい。あ、ワインうまい。うまいね。あ、待って、ちょ、時計、時計ごちゃぶりすんな。え、時計、時計持ってこいよ。そうでしょ、ここまで届けろや、サル。時計返しください。こいつはやばくない、サル。え、ハニー、ハニーはそういうのやってねえから。よろしく。イエーイ、長い。歌歌う前にここ来てトイレこもってゲロハが入ってね。ゲロ入ってんじゃねえよ。入って歌って店戻ってまた潰れて、なんか店でビップで寝そうになったらお客様が来たら席ついて、その後終わってももうなんかすげえホラーな話になってる。やばい、これナイトバケーションってやつ。なんかね、ナイトバケーション。これを一周年おめでとうございます。うわー、うわー、すごい、1周年だ。うわー、すげえ、1周年だ。誰、誰か、お前のよっけー、いつも、うわー、1年、すげー、やべー、ありがとうございます。やべー、やべー、もう1周年なんだ。なんでこういう時にかえちゃんいないんだよ。やばい、やばー、もう1周年だ。忘れてた。そうだ、全然覚えてない。確かに
1周年なの。あのパンツを出す回から、ああ俺がね、大樹が潰れて、楓がパンツを出して、なんか俺が暴走して花咲春が仕切ったっていうね、ゲストが仕切ったって全然言わんと、それ最悪でしょ、全然言わんよっていいと思うで、あれはね、あ、一番初め、いやー見てくれた人ありがとうございます、やべえ、イエイ、これはちゃん、これの全然わからなかったね、これの大樹の顔面ケーキ、いや違うでしょ、このケーキワイン味、ワイン味、顔面ケーキマリルでしょ、マリルじゃない、マリルマリルいや、どう考えてもマリルしてマリルがいる、おかしいじゃあ、じゃあせっかくスタッフさんがさ、こんなにやってもらったから、ちょっと、まあ、基本的にじゃあ一緒に今迎えたのマリルと俺と大樹じゃん、ちょっと言っていこうよ、感想を1年間の、うん、ね、それに聞いて、マリル、俺やったらケンケンで、マリル、じゃあ大樹、俺で、最後にカオルくんが自分が 1年間いたかのように話す、よくない、それを聞いてあの先生がほう、ね、早く聞かせてくれる、感想を聞かせてくれる、あ、じゃあマリルから、はい、サンさん、2211だ、はい、1年ありがとうございます、はい、今後は1年超えてからは僕がもう出演しなくなるんで、はい、他の皆さんで、はい、頑張ってやっていくんで、はい、これからも寄っていってもらえよろしくお願いします、あ、メリサマのつもりだよ、マジでふざけんな、いやすごいさ出演しなくなるマジテスト誰が決めた、ぶっ飛ばしたくなるね、だから嫌いなんでしょ、嫌いだよあいつ、こういうセリフ出演しなくなる、めっちゃ1周年マジ1周年なのに出演しなくなります、お前なんだよ、俺マリル嫌いだからね俺ね、うん、言うても嫌いだもん、これは嫌いになる、お前さ1周年って言うと僕は出ませんみたいな、マリル嫌いだもん、なんでか分かる、最近マリルタイムって言われなくてマリルマリル言われなくて、いやー上からだし、上からだよ、なんかちょっと1年経ったら売れんのかなと思ったら全然上がらない、結構なんかナンバー上がってからと思ったら全然上がらないし、いや初心やってんのと、初心に戻ってさ、こんなに俺らさ、いや初心に戻ってマリルタイム一発で見たい、最初にやってやって俺覚えてんの、うん、マリルタイムでドッキリのモノマネとブロッコリーのモノマネ、あー、あの人分かるから、いや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 、おかしいですね、やってください、はい、イエーブロッコリーからじゃドンペリのモノマネ、久しぶりじゃない、チャンさん、ねえねえ、えじえじ、あ、なんだよ、サンさん、ねえねえ、えじえじ、ダンブロッコリーね、グイグイこれね、グイグイっての忘れてた、酒くれ酒くれ、なんかこれやってマリル可愛い可愛い、うん、マリルタイム一応食ってる場合じゃないですよ、出てたんだけど今じゃもう可愛いも出ないからね、おいしい、やばいな、地獄行っちゃう、ワイルド系ね、じゃあ俺の地獄行きたい、ワイルド系で、ワイルド系、お前飲めよ、うまっ、お前飲めよ、うん、半分ぐらい、俺食べるイチゴ、あ、ありがとうございます。いただきます。ね、だね。まあ、とりあえずね、うん、じゃあ大丈夫。言っちゃうかな。はい。うわっ。まあ。ね、え、どうするの？このカメラだね。はい。ここかな？こっち？雪のブロッコリーになってる。最後行こうそれ、雪のブロッコリー、まあ。なんで僕ブロッコリーになってるんですか？とりあえず。これだ。あの1年。これだっつの。1年やったけど、はい、とりあえずなんかお僕成長したかなって思うんですけど、まあこれ見てくれて指名で来てくれた、いやなんかイチゴ飛んだちょっと頑張れたんで、あ1年やってきて意味あったなと思います、でもマリルの指名は全然増えてないらしいんで、それは別に言えない、とりあえず確かになんか意味あることとないことってやっぱあるんだなって世の中の世知辛さを知りましたな、めちゃおろしいよ、はい、どうせこれどうせもいいな、マリル最後ケツ拭いてくれるね、ね、いやいやいや、じゃあ僕ですかね、このタイミングで電話したんですね、はい、いや知らねえから、はい、1年間本当ね見てくださってる方ありがとうございます。
本当にね、3ヶ月ぐらいの企画だった当初予定では。そうだ、多分言ってたよね。うん、そうなんだ。3ヶ月がなんと1年続いて4倍やん。ね、視聴率がね、視聴率いいからな。いただいて、なんだろうな、すごいね、酔っ払いだけの企画で乗り切ろうと思った自分がいたんだけど、なんかやっていくうちにすげえなんか楽しくなってきてね、やっぱ見てくれる人こんだけ多いって。酔っ払ってても最初研究だったんですけど、頑張ろうと思ってね、これからももっとね、企画的なものを入れていいよっていいと思うにしようかな。あーリニューアル、リニューアル、最近時々じゃないから、もう時々やめてほしい、ね、時々やめようね。じゃあ俺ね、すごいね、結構すごいよ、今月、今年でも一回だけ実行したじゃん、うん、で、今年は出るぜ言うて、うん、ちゃんとやったんだ、ね、ぜひ。俺は嘘言われないよ、はい、ってことで、そう、今年1年、2年、3年と予定ともよろしくお願いします。マリルはね、今年卒業かもしれないですけどね。あれ強だろ。だって何したいから言ったんじゃないの。聞いてないよね。いやいや、そんな、まあ、よろしくお願いします。イエーイ。てかは、一番酔っ払ってんだ、黒崎健。イエーイ。グイ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 。初期メンバーで行こうよ。イエーイ。飲んでないな。マリル、お前なんで、お前でもなんか動画で見ると思うけど、つけたなってなんか一年で元気だったもんね。まあそれ年取りましたからね。姉残したからね。おじいさんだったんすよ。みんな一個ずつ。でもなんか成長できてよかったと思う。この番組があって、ま、なんか毎週出ようっていうの俺多分初めてかも。こんなできたの。あ、出勤ですらさ、プレイヤーの時まんまならなかった人じゃん。継続的にね、ね、長く続継続的にできたの、うん、本当にね、これからも頑張りたいね。任されたことはしっかりやろうと思うんで、ちょ、涙拭いてください。なっ、すいませんじゃあ、そんな中ね、あ、ね、陰ながら1年間見てきたと思うからね。あ、そうですよ、はい、うん、いつも視聴者としてね。あ、裏番組の宣伝してもいいよ、はい、全然、現に T シャツとティッシュだけ、全然いい。もう、宣伝してやるの。ワイシャツとロミオって。お、なんですか、これは。毎週水曜日に。毎週水曜日、はい、明日、僕毎週水曜日で来ます。おい、誰が出てるんじゃ。バンサイで来た。バンサイで来た。ヘアとワイシャツとロミオ。ロミオ、おーい、イエーイ。出るんで。あ、出るんだ。はい、出演するんだ。お、2部の取られるよ。これ取られるよ、これ。じゃあ、僕らもやろうか。何やんの。あの、大樹と中で行こうよ。ね、ね、やっぱ、ね。ハニー大樹とハニーゆうきの、せーの、アイワンチェーン。あれ、取られた。よし、じゃあ乾杯っていうことで。取られた。いや、完全にこれはめられましたね、完全に。乾杯じゃないだね。乾杯。じゃあ、今日乾杯しよう。今日最後の締め、なんだっけ、ゆうきのブロッコリー。いや、ちょっと待って、それは最後に取ってきましょう。どれ、やらせていい。あ、最後に取ってくる。あ、レンね。え、ブロッコリーってなんですか。なんすか。ねえ、じゃここまで見て、あ、じゃあもうお願いします。はい、締めお願いします。え、なんすか、ゆうき暴力振るの。え、うるせえわ。ねえ、はい、ねえ、ここまで見てって何。ゆうき、一発芸でも。じゃあ、どっちがレンと、じゃあ、ちょっと待って、ね、おかしい。ね、店のね、あの、一押しと、じゃあうちのハニーの一押しの一発芸対決ちょっとさせて、で、プラス付き合い考えますよ。付き合い考えますよ、マジで。ほら、カオル君の一発芸で無茶ぶり。誰が、あの、一番つまんなかったかっていうのを、はい、あの、あれ、撮りましょう。カオル君、それをやってんの。やってないよ。やってない。じゃあ、レンと一発芸。ああ、やってレンと一発芸やろう。うん、そこの前でね。いや、めちゃめちゃひどい。じゃあ、で、レン君からね。いや、俺ほんと変わるよ。あの、盲目の、うん、あのね、パッとできないとね、あの、ホストとしてね、動画と思うから。うん、早く、やって。3、3、2、1、ひどいなぁ、大事。うちのね、そういうキャラじゃない。ひどくないよ。だって普通じゃん、だって。そうだね。そんな世界は。あ、じゃあ、やります。あの、僕の持ちネタのね。はい、買おう。あのー、ヤンキーが。じゃあ題名、盲目のピアニスト。盲目のピアニストやります。はい、さあさあ、ねえねえ、いいね。目見えないんだろうな。
本当に目が見えなくて、でもピアノは弾けるんだよな、全然な。うん、でも俺ピアノコンクールで賞取ってるからな、本当にな。うん、次はあのマリル君が面白いことやってくれるから、よろしく。あ、それやっちゃダメでしょ、ダメやばい。やっぱ思います、それやっぱ思います、それはやっちゃダメでしょ。いやー、なんでマリなのが酔っていいと思うんだから。ダメだと思うね。いや、まあ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 、いや、これあの、裏で大丈夫やれてたんだよ。俺、で店のフォロー行っていい。オッケー、お前、あ、じゃあ、ここ、オッケー、いや、行っていい、ちゃんとやってくれたことに賞賛しましょう。ここ1年間、思ったことは、お前と大丈夫さ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと言わせて。いや、おかしい、おかしい、これおかしい。僕、ここ1年間やってきて思ったことは、黒崎は俺のことを、俺のことを落とす、マジで。出た、また始まったよ、また始まったよ。マジ落とすけど、ぶっちゃけ俺の指示でもないし、ひどいよね、俺を落とす。俺は、まあ、落とされるってことはね、俺の方が、まあ、上って認めてんだな、みたいな。まあ、しょうがねえな、言うて、まあ、余裕見せてやって、ほっといてやろう。じゃあ、だっていい、だっていい、うちの行き面白いことやるから。待って、一人、返事させろよ、俺。ケツ持ち、いや、それ後でしょ、大鳥でしょ。俺、なんで今のことに対してコメントがあんの。やった、コメント。何、じゃあ、何すか。それはじゃあ、み一歩言うって認めたとして、視聴率取れると思ったから大丈夫と買いで入れたんじゃ。うわ、最悪。腹黒い、腹黒い、はい、腹黒い、はい、腹黒い、はい、腹黒い。あ、黒犬じゃん、黒犬。あ、黒よ、黒いな。ゲイザキじゃなくて黒犬。ゲイザキ黒犬。黒いし、ゲイだし、ほんと大変だよな、ほんとな。めっちゃ生クリームうまっ。ちょっとお願いしていいですか、うちの。あ、ゆきさん、マジでふざけんないでください、ほんとに。いや、だってこれだって一応、だってドラゴンボール2人やるみたいな流れでしょ。おい、こう絶対滑るよ。いこう、サンサン、エンジン、エンジン、エンジン、ユーキー。ちょ、待って、ユーキー、ユーキー。セット破壊、危ない、セット破壊。ゆき、それかいつも教えてる色恋ゼリフ。え、映ってる。うん、はい、もっとした、お尻が映ってます。うん、お尻、じゃあ、こっちこっちこっち、それね、絶対知ってたんだろ。いや、ほんとわかんない、それだよ、どう見ても。じゃあ、あの、え、これちょっと普通に邪魔。いやいや、それ、それカメラ。それも、ダメだよ、ずらした。じゃあ、やりますか。さーん、さーん、ねえねえ、えちえち、いきます。はい、へい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 、ゲーゲーゲー、ゲリビッション。え、やりゲー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 。まずい、これはまずい、これすみませんでした。やってから、これうちのカオルが行くわ。うち行きましょうか、うち行きましょうか、うち行きましょうか。ないとごめん。ないとごめん。ごめん。コメントが人生ない。ないとごめん。はい。いやね。お前やれよ、ほんとだよ。大悟、大悟。大悟。じゃあね、おいしいね。おお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 まだね、まだ前行ってから。プリズンブレイクのバレルのモノマネで。3、3、2、2。待って待って待って、プリズンブレイクのカメラの設定めっちゃ大切ですから、これ。プリズンブレイクの、あ、そこでバクエル、バクエル、おわかりますか。いけるね、これ。3、3、2、2。かわいこちゃん、終わり。かわいい、いやー、かわいい、いい。大丈夫、負けたよ今の。いや、その発想はなかった。俺若さには勝てないよ。それは相手でも、これ来たよ、大丈夫。じゃあもう締めはちょっとケンさん行っちゃってください。いや、俺はそういうケンさん行っちゃってください。やべ、めっちゃウケんやん、かわいい連発やん。かわいくちゃん、かわいくちゃん、いいよ、やってる。おお、最近体張るからね。最近体張るから行っちゃうんだな。絶対やんない方がいいと思うな、俺。絶対やった方がいいと思う、本当に。ファン減るよ、本当に。サンサン、ネネ、エジジ、ドン。かわいい。あはは、ゴミだ。ゲイゲイ、ゲイゲイ、ゲイゲイ、よし、かわいい、ゲイゲイ、ゲイゲイ。今のはね、完全に今スタッフマーク。あのね、今のはひどいよ、本当に。いや、無理だよ。今ひどい、だったらさ、この前やった、あの、なんで俺なんとかだから。はい、投票しよう。じゃあ投票。なんで投票になるんだよ。お前何してる。アンケート。投票になる。アンケート。お願いします。待て待て、じゃあアンケート何人まで入るんですか。
あと点入れて、あの誰の何誰のせやつが良かったか、誰よくやってみんじゃん、誰の顔がもう一回見たいか、おいおで、あのビリーグイグイしよ、これじゃあお願いします。俺なんかね、マリル先生の企画があるからね、いつも通りの。じゃあそれはね、今考えといてね、ちゃんと。それはあの黒崎健のタイミングで前回言ったよね、マリル先生の企画がある。じゃあ黒崎健のタイミングでね、教えて、マリル先生じゃあ何やるのか今日考えてるね。バーチャルホストみたいなね、優秀出た。いや、それはね、それはお前当たり前よ。出ました5人で今出します。おいや、じゃあここで言うと、どんだけ、どんだけワイン飲むんすか。いや、めっちゃ飲むよ。言ってんの。ブロッコリー行こうよ。ブロッコリーね、意味が分かんないですよ。プロデューサーいいっすか。ブロッコリーって何ですか。いや、だから、ゆうきくんが表現するブロッコリー、ブロッコリーを体で表現する。ちょっと待って、ケンさん、無茶ぶりが尋常じゃない。いや、いや、やれるよ俺。あ、じゃあ見本見してくれ。さあさあ、ねえねえ、えてて、どう、黒崎健の黒崎健のブロッコリー。はい、ガイガーイガイガーイガイガーイヤッパーイガ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 イ。大丈夫か、隣でやれって言うんだもん。でも今のは、また俺なせんの。違う、グイグイ、ちょっとひどいもん、みんな。ひどくない、ひどくない、ゆっくりゆっくりずっと言ってもね、お前滑れてね。それやばいじゃん、マジやべえよ。いや、マジやばい、それは。いや、やばいとかじゃない。普通になんかもう、はめ放送みたいになってるじゃん。だって、はめられたんでしょ。はめてやろうよ。10分でいいから、10分でいいからって思って。いや、もう帰っていいっすかって言ったら、ダメだよ、みたいな。じゃあ、アンケート。お前、聞いてた。OK。4人じゃないよ。いつも5位にマリルじゃないですよ。ええ、5人ですよね。はい、もうベロベロっすよ。はい、3位いきます。はい、17.1% ゆったです。うわー、もう分かった。おー、風が張っとんや。もう分かった、俺分かった。2、1、10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 、
でしょ俺やっぱじゃあ、ね、第2位優勝者で、はい、第2位 25.8% 有機アンチがいるって検査で何ミラノなんなの。あもうちょっとないっすわ。ないちょっとないっすわ。何17え、ここっすかでも1位よ、はい、はい、いや、ちょっと待って食いすぎ、これもこんなの、これは、いや待てやね、はい、やばい、おーおーよ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 いや、一応、あの例のセリフ、カオルくん、お前、はい、お前のこと好きだけど、俺ゴッソだからよろしく言って、お前のこと好きだけど、いや、前だよ、前、はい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 、1位はどうぞ前だから、なんでさかっこいいと許されますね、なんでも1位になっちゃうんだよ、ね、いきなり今日来てかっこいいわ、かっこいい人はめっちゃ潰したいですよね。さんさんねえねえ、エジュジードお前のこと好きだけど、俺ホスだからにゃん。すごいな。すごいな。腹立った人。いや、なんか俺若干キャラ被ってきた。いや、そういうのやんか。いや、俺こんなのしないよ。本当に。やんないよ。俺やばい、待って待って。何このコメントが悪くない。俺の方が黒い。黒
黒いとか。じゃあ、黒犬ゲイバージョンやってもらうじゃん。やんねえよ。めっちゃやったほうがいい。見たい、めっちゃ見たい。前回の最後のやつ見たい。マジで爆笑ね、見たよな。爆笑した。見たよな。何を言うんだよ、何を覚えてねえ。最後のやつ何て言うんだよ。俺お前のこと好きだけど。分かってる。いけー、お前のこと好きだけど。いけいけー、おーいけいけー。さあさあさあ、ジェニー、ミチミチ流行ってます。どうしてもないやつだな。俺お前のこと好きだけど、ゲイだからさ。ジョーク。はい、っていうわけで、ねえ、というわけでね、この間の方が面白かったね。今日も始まってまいりました。はい、ね、今日もね、大事のよっていいと思っちゃう。言うてグイ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 。はい、真面目にやったんだけど。グイ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 。なんでさ、ゲイなんだろうね。この1年間でこの番組を見てる人がついたのってゲイじゃん。ゲイが定着しました。よかったじゃん。よくねえ。でも飲めば楽しいじゃないですか、芸の人って。芸の人楽しい。違う違う違う、これ芸の人ってことだよ。いや、すいません、すいません。わー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 、行きましょう。かっこいいキリショーに見えて。誰だよ、かっこいいキリショーなんだよ。キンキン、本当はバイ。バイじゃねえよ。そうだったんですか。なんかね、大事のお尻の歯がこの間ね、違うか。やめてよ、俺を巻き込まないでよ、もう。出た危ない話だよ、CM 落としが巻き込まないでくれ。海外進出巨大プロジェクトパイオニアの中のさらにパイオニア。そうだね。俺がその顔で先駆者というかパイオニア。ベストオブパイオニア。何やるんですかね、パイオニア。冬月グループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント。ええ、リュラさんのポケットマネーから。いやいや、それやないから。ゲストに話題を振ってこうコーナー、これ俺の時計です、書いてください。マサルくんです。はい、マサルくん。はい、マサルくんね。はい、なんで俺これ風刺に壊れてる。いや、本当にそうなんだよ。だから直すんじゃないね。はい、ねえ、うわー、聞きたいんですよ。やっぱカオルくんって今ね、俺らに比べたら次世代ホスト。ね、まあ、次世代どのくらいホストでいい。1年くらい。1年1年。やばっ。俺2年半で店出してやばっ。レベルが違います。俺も2年で出して。レベルが違います。潰したけど、すいません。1年半だ、潰したけど、ね、2年半で北海道行った。なんでね、潰しちゃったからね。うん、だからそんなのはいいんだけど、やっぱどうよ、今何歳。今20歳です。20歳でやってて、はい、どう歌舞伎町って。歌舞伎町俺見てる人で絶対興味あると思うんだよ。最初よ俺すごい田舎に住んでて。どこ田舎って。福岡っす。福岡の北九州の方なんですけど。うわ遠いね。そう、あの、見渡す限り田んぼだったんですよ。え、北九州田んぼ。田んぼ。田舎はね、田舎の方ですよ。あ、すごい。行ったことある。な、あるある。あ、あるか。ないある。福岡はあるよ。あ、はい。はい、では俺、あの、東京歌舞伎町はヤクザがもうすごいなんだ。俺もこれ言われた。怖いイメージ。山形来るときに言われた、俺出てくるとき。いや、来てみて全然でしたね。なんかすごい全然だよ、地方より。みんな優しかった。地方の方が、あと地方の方が立ち悪いとこですね。地方はすごい、歌舞伎の方が優しい人多いんじゃないかっていう。あるあります。てか、なんか違うとこで怖いんだ。なんかね、じゃあ、ホストやって
厳しい。ロミオが一発目だ。ロミオ一発目でしたね。どうですか。もうまだ全然、まあ、できませんね、ホストは。できない。はい。なイケメンなのになかなか、はい、つかめないです。なんかさ、歌うまでずっとさ、氷川きよしかかれてたの。氷川、言われんの。いや、似てはないでしょ。氷川きよしと EXILE 高木郎を、あ、似た顔って言われるんですよ。やだね、だら、やだね、うん、でも、そんなことですぐお金の話して抜こうとするから。あれだよ。また落としたって言われる。また落としたって言われるよ、そういうこと。グイグイ、あ、おかえりのグイグイだ。なんか、ノリ悪くなった。誰か、ね、大は東京出身でしょ。うん、ね、田舎ではないじゃん。俺東京の田舎ではない。俺東京。俺は東京。なんで東京は分かったけど、東京でもいない。東京都だったら都会っすね。あれ東京で、ぶっちゃけ分かんない。俺超複雑で、あ、いろいろある。小学生の1年生までは東京いて、うん、生まれも東京なんだけど、うん、はい、小中が埼玉いて、はい、高校は東京。ああ、まあでも関東っすね。関東、まあね、そういうのから比べたらね、俺らはヤバいよね。俺らって誰ですか。俺らって誰。いや、お前もね。新潟と山形ってヤバいよ、ね。あ、雪降るとこだ。え、初指名ってどんくらいで取れた。初指名が3日後っすか。3日後に初指名。はい、行こうよ、じゃあ、はい、ノミオバーサス、ハニー、はい、え、なに、いや、ハニーの、行こうよ、爆弾。なに爆弾、爆弾、ブロッコリー男行こう。カラオケやべえよ。いや、ブロッコリー早いって早いから。めちゃめちゃ早いじゃん。うわえ、ゆうきくんは、これ、夢のコラボみたいな感じありますか。やばいね、これはやばいね。あの、初指名ってどんぐらいで。初、どうだろう、覚えてないの。1週間ぐらいじゃない。1週間ぐらいで、勝負だね。おお、ちなみに、聞きたくないけど、1日指名とか言われたらもうやってらんねえから。何、誰が指名。うん、1日目。はい、はい、どうぞ。はい、わかりました。入って、2ヶ月目で何番だった。よいしょよいしょ。指名は俺1週間かかったけど、でも何番だった俺。あ、それはすみません、すごいですね。はい、じゃあ2人で飲んでくれよ。見てるのやばい。確かに、はい、確かか。2人で飲んでたけど、はい、っていうか飲んでくれよ、はい、マジで、ね、本当に飲まなきゃ始まらないから飲んでくれよ、マジで。いやっていうか飲めよ。キャッチしましたから、頑張って飲めよ。免許まで。いや、飲めよ。いや、すごいね。いや、飲んだ方がいいよ。ケン君が初指名は話は俺ね、でもね、初めて指名になった人って初めて、あの頃外でホスト出るの OK ではなかった。5、6年前って外、あ、今もベゼットがあるから、ここキャッチ OK だったよね、うん、まあ、そうっすね、うん、でも俺ね、思うけど、本当に勇気かっこいいよね。また外かや。いや、無理やりすぎるな、それは。さすがになんでよ。叩かれる的になっちゃうから。名前出すぎると、うちの従業員ね、かっこいいやつおるのに前に出ようとしないからね、うん、あ、こういうのもね、こういうのもね、そうなんすね。こういうのは酔っ払った時、こういうのですってずっと言ってたよ。それは分かる。でも、アキはめっちゃかっこいいと思った人だよ、ぶっちゃけ。かっこいいと思う。でも、アキさんかっこいいもん。アキはかっこいい。でも、アキよりあの、結城の方が、まあなんか喋れる。だから、アキと結城はもうこう、いたらいいよね。大樹の売りは？いや、別に、俺売りない。ないのかい。売りじゃあ、売りやっちゃう。売りやっちゃう。売りやっちゃう。じゃあ、僕の売りまで、サンサン。ニーニー。ジジジジ。持ってんだ。飲める、喋れる、はい、雰囲気があるー。よいしょー。よいしょ。上がい。おっぱい。今日あの、やばい。大樹さん飲んでないですね。間違いない。いつもより全然なんか流れ乗れないみたいな。なんかね、飲みましょう。お前さ、俺に話しかけていい身分なの、大丈夫か。強気ナンバーワンだから。一応ナンバーワンな主任なんですよ。腕があるんですよ。あのね、都合悪くなるとうちの従業員ね、ね、これ一応社長だからちょっと来いよ。辛いそれ。俺やだ、絶対嫌だ俺。そう、たまにあるよね。今日必殺技だから無理やり連れてくる。え、ゆうき行こうよっつったら、いや大丈夫じゃん、絶対だってめんどくさい、無理無理って言ったから。え、ゆうき、俺うちを普段言わないけど社長だよ。一応俺、ね、出会ったんですよ、いろいろね。一応ね、みんなで遊びに行こうって来いよっつって。遊ぶんだったらちょっと顔出して、うん、ね、10分見てくれてる女の子がいるんだったらお客さんつくかもしれないじゃん、うん、そんな
遊んでてもさ遊んでる身分じゃないでしょ、まだナンバーじゃないんだから。確かにね。だからでもまあでもまあちょっとだからゆきを指名してあげてください。ニコ生見たよって言って一人だけで授業助けあったり教えてもらっていいですか。あ、うわうわいや黒いわ、ほんとほんと黒いわ。まあ、めっちゃ黒いから、もう大丈夫と黒犬はいつから友達で全然大丈夫。だからお前は、俺も苦手。お前はそっちの方が来たのか。俺も苦手、お前嫌いだわ。お前、そっちのコメントそっち拾ったのか。はい、いや、そうそう、いつから友達みたいな。あれじゃん、あれ、あれじゃん、ポスコレだね。なんだっけ、ポスコレ、ポストグランプリ。ほんまに飲んだよ、サンボ。いや、まずよっ、間だ、間やばいやばい、ちょっと、いちびっちゃった。いや、あのね、すごいっすね。あ、全然ね、飲むとき5本空くんだよ。え、もう、え、2本空いたってことですか。今日は遅い、うん、え、ペースが遅い。今何本空いてるんですか。今まだ3本目だね。3本空いたってことですか。この人数3本のはめっちゃ遅い。でも、キチガイじゃないですか。だって、最初の回4本空いて、あの、大樹潰れる、楓がなんかパンツ出す、俺がなんか暴走して一人で喋り出す、最終的にみんな下って花咲春が仕切ってた。これでフライングゲットだ。ハニーじゃないし、ポニーになってる。まあな、じゃあ今日はレンニーとなんか、レンニーさん、レンニーさんちょっとレンニーの最近の滑らない話。レンはあの滑らない話毎回一個持ってくるっていうなんかね、なんだその無茶振りマジで本当に。ゆうげん、はいはいはい、はい、相崎蓮の滑らない話。イエイイエイ、何でもいいですか。何でもいいよ。さあ、六本木行った時の話。イエイ、大事厳しいよこれで。本当確かに六本木で働いた時、六本木は黒人が多い、歌舞伎町よりも黒人が多い。そして六本木で外人が喧嘩をしていた。すごい野次馬がいたね。一人はクラブの有名な黒人、クラブの有名な K さん、 K さん。もう一人は全然知らない、話長えな、わからないけど、もうちょっとさ、こううまくさまとめてさ楽しくしてよ。サンサンねえ、とりあえず喧嘩して負けた方の T シャツにウィナーって書いてあったんだよ。長いけどもっと綺麗にまとめてくれたらもっと面白い。はい、今面白かった。ああ、一個だけさ突っ込まれたの。右の薬指に指輪ってこれね、すげえ言われるんだよ。これ見てほしいんだけど、これか。どうぞどうぞ。俺、あ、詰まってないじゃん。ロイヤルオーダーで俺が初めて買った指輪なの。すげえ大事にしてて、ちなみに当初はこの指に入ってた。昔の洗剤とか俺のブログ見るとこうやっとってここに入ってたんだけど、もう入んなくなっちゃって。おー、ゆるゆるなんですけど、だからすげえ言われるんですけど、彼女とかもあれじゃないですか。でもそれって面白いの。めっちゃおもろ。ぐい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 、つまらない。よいしょ、ぐい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 。ほらほらほら、まあ、ね、麺のね、この滑らない話もね、俺は滑らない話が持ってねえからな。滑らない話ができるのがすごい。今、だ次までもう一個帰ってこなきゃいけないっていうね。いいっすよ、全然できる。麺の麺タイムですよ。いいっすよ。だからそれぞれのなんかタイムを作ろうと思って。いいんじゃない。大事だったらチューとかすればいいんじゃん。なんなら予告するしな、予告。予告じゃない、あ、予告するな。レンタイム予告。はい、あ、タイム予告するしな、はいはい、次の俺の滑らない話はある某カレー屋さんでの出来事を送りする。俺今日タンクトップだからね。すいませんね、俺。カレー屋だよ、カレー屋。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、で次マリルのね、マリル先生のコーナーがあるんで。よー、よマリル先生。バーチャルなんでしょう、マリル先生今日は。はい、違う、マリル先生、マリル先生。じゃあ、しょろしょろ。この間、バーチャル、あ、お前のこと好きだタイムだった。おうおうおう。それをずっとやってたんだけど、今日のマリルタイム、しよう。はい。今日何やりますか。マリル一番面白いからね、書かれてきました。いやいやいや、おかしいし。はい。絶対何いきましょう。今日の。お題、マリ先生、お題をください。お題いいですか。何をやればいいですか。グロメリの話でした。楽
りあえずいいよ。一番のクラスで一番不良だからね。彼をやる気にさせようよ、ね。何行く今日？マリル先生タイム。イエーイ。今日は何やればいいですか？ね、それって面白いの？面白いよ。早くしてよ。早くしてよ。怖い怖い、めっちゃ悪い。とりあえずお題早くしてよ。早く。はい。じゃあ今日は。じゃあ好きな女の子を口説くときの。はい、もう絶対そんな何回やったことあるんじゃないか。5、4、3、2、1。模範解答お願いします、丸くんで。はい、嘘でしょ。何が好きやですか、模範解答。それも模範じゃないですよね。ああ、全く、ま、何が好きや、なんとかセットですか。いや、セットもないですよ。なんで具合そうなの。セットないですね。マジ全然何も用意しなかった、はい、先生の模範解答まで。サムさん、いいね、見てて。俺が何歳かって、お前のハートをください。なんかお前準備してたじゃん、これ。いや、してないです。完全に準備してた。ブッキュー！あの聞くたびにね、冷静になっちゃう。先生！先生！先生、その試験って大丈夫、有利じゃないですか。お前、酔い冷めるよ、マジで。俺、そういうの苦手なの。いや、普通にお前、酔い冷めるじゃん、マジで。そんなことはない。それで順番決めてる、じゃあ誰か。順番ですか。じゃあ一発目、じゃあ、うちの主任派。いや、なんだよ、お前。で、何言うんだよ。え、言う、パパパパパって決めてよ、じゃあ。え、何、怖いから。何だっけ、お題何だっけ。女の子を口説くときの一言。一発目で。いいよ、いいよ。でも、二発目に、じゃあ、もう、ゆうきさん。え、いいよ、え、いいよ、とりあえず二発目で、俺やるよ。違う、2発目ゆうきさんのどういうこと。次、はい、でもまあ3発目はね、あの顔を見るな。ああ、はい、何この何かの流れ。4発目はやっぱりね、あのワイザーが大事。なんでお前を俺をオチに使うわけ。いやいやいや、そんなオチこいや、オチこいや。ファンサーン、ねえねえ、お前のこと好きだけど、俺ホストだからよろしく。もうダメパターンじゃん。なんでなんでダメなの。ねえ、これじゃ連人気伸びねえわ。はぁ、あちょっとなんか欲しかったよ。お前のことが好きだにゃんとかやっちゃえばよかったじゃん、隠して。え、自分は最後の鳥なのにあげたな。はい、はい、ゆうきゆうきゆうき。え、マジで。もう考えてんもん、こいつの頭の中では。考えてないですよ。一番得意な分野だろ、ポン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 正義ができる。もうケンさん怖いわ。何も考えてないよ。つーかね、あのね、なんか適当なこと言えばいいですか。普通に怒りますよ、僕は。あ、いや、女の子を口説くときのゆうきくんの一言。サンソン2、2、1、1。お前俺と一緒にいたいから動くえ、殺すぞ。顔が半分見切れてる。あのキャラじゃないです、これ。キャラっすね。あ、キャラなんだ。いつもこんなんすよ。食わせんだ。え、なんか、あ、食わせないけど、たそれあれね、うん、なんかダメだこれ。おぉ、ダメだこれじゃねえ。一番苦手そうに見えて可愛く持ってっかんな。まず大事、大事、順番が違うよ。あ、トイレ、トイレ、あ、トイレ、カオル君、はいはい、クロさん、女の子、クロさんいつも焦ってるんだから、ほら、遊戯っぽいって言ってる。女の子を口説く時のカオル君の一言。サンサン、いいね、いちいち、だお前のこと好きだっちゃ。で、それ見て、ちょっとキュンとした人、優秀。ハハハハ、めっちゃやばい。てかめっちゃやばい。あのさ、お笑い番組でやる芸人レベルだよ。やばいやばい。いや方言いいね。びっくりしたね。方言がめちゃめちゃいい。方言めっちゃ高いんだけど。大樹ちゃん、大樹ちゃん、大樹ちゃん、放棄ですか。何あんねん、なんかくどく言うときの大樹ちゃんの一言。出たさあさあ、ええ、好きだのか。うわ、もう顔できやがってこれ。いや、だってめっちゃ目赤くない、赤くない。うん、出た、はい、赤くない、めっちゃ赤い、めっちゃ赤いよ。めっちゃ赤いっしょ。やばいっしょ。やばい。なんで赤いと思う。出た。お前が可愛いからだよ。はい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 。さすがだわ。チンポコ。チンポコじゃない。マジで目薬が本当に。じゃあ投票行きましょう。投票。あれ、はい。なんで。まだまだ。じ
じゃあ、まさるかまりる。え、いや、まだ終了ね。どういう意味だろう。まだ終了ね。じゃあ、まず目薬なくなった。俺は、大丈夫です。はい。黒崎健のなんだ、あ、女の子なんとかする一言を、あ、早くやれやれ、悪いけど本当にこういうのできないんだって。早くやれやれ、最後はこれこれ最後、あの大鳥、これ最後だから、黒崎健の一言まで、3、3、2、2、1、1。俺だから酔っ払ったっちゃ、ちょっと、おかうじんつくべ、やるべ、ぐいぐい、何で、何で、山形弁だよ。っていうか、今のは、今のはないっすよ。だから今のは、先生、今のはない。だって、さ、女の子、女の子、アッパーに誘うときのやつ、いいじゃん。それ、アッパーに誘うときやんの。あのね、敗者復活戦、はい。なんで俺だけで、はい、もう敗者決定だから、敗者。いいよ、まあいいや、あの、なんかあの、なんで俺だけ、あれ撮ってください。CM！ あの、なんか投票。CM！昨日12時半まで飲んでたんだよ。
アンケートいっちゃいましょう。第5位からいきます。第5位、何人ですか？全員で。第5位、じゃあかん。第5位、 2.3%。 やった、殺すぞ。でも5位だから大丈夫だよ。待って、2.3 ってことは6位は 0% ってことだよ。やばい、6位やめえじゃん、マジで。6位かわいそうでしょ。第4位、4.7%。 いや、まあ変わんねえな。これ、大締めじゃないでしょ、これもしかしたら。いや、4位でもよかった。ああ、第3位、よっしゃ。ほう、レン、なんで、ケン、あ、オーダーです。あ、俺っすか？サイン、サイン。あ、俺マジで本当無理。俺は絶対2番がいい。俺も2番じゃないです。もう飲めない。はい、よっしゃー、やーだー、ビリー。はい、ビリーは、ビリー、ちょっと待って、第1位、第1位、第1位、パスカル、ゼロが美味しいよ、第1位。ビリーの方は0%。やばい、0%いきましょう。誰ですか？1位は何パースか？1位が62%。おー、62! 大締め、でかい。はい、どっちいきますか？1位でいきましょう。1位の方いきます。いや、もう分かってるね。いや、もう5位でしょ。もう分かってるね。何嬉しがってる。マリル君、逆にすごいって感じ。マリルさんじゃない、ナイトさんで。イエーイ、ガイガ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 イ、ガイ。なんで、あれの目が赤い、お前に恋してんだみたいなぐらい。マジ宗教だわ。誰も支持、宗教意味がわからないよ。誰も支持してくな。意味がわからない。みんな好きなバカ。みんな好きなバカっつってさ、これでじゃあ逆に締め覚えた。引退だな、変わんない。変わんない、引退だなって。お前、俺も一回負けも負けたことねえけど。ぜひ、ゼロパーはきついだろ。ぜひ、じゃあね、ロミオのラオル君とね、ハニーのユウキ君。いや、無茶ぶりやめてください。いや、無茶ぶりじゃなくて、と、あと俺とダイズとね、マリルとね、締め待ってるんで、初回来てくれて、見たよって言ってくれて嬉しくない？嬉しい。ね、確かに。それ待ってますってことで、最後30秒、もう一回宣伝。うわ、宣伝。ロミオ、明日あの部屋とワイシャツとロミオあるんで、お見てください。お願いします。宣伝したことさせてくれたことをナイトに言っといて。わかります。言ってきます。ドンキさん見てますか？ドンキさん見てますか？ドンキさん見てますか？オープラーイ、ハニこの番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。